演舞開演。どうも皆さん、突然ですがお祝い事と何を食べますか？鶏肉、お寿司、ケーキ。やっぱりケーキが一番印象に残るのではないでしょうか。まあ自分の勝手な思い込みなんですけど、でそのケーキといえば、自分はよく藤屋さんのケーキを食べていたことがあるのですが、なんか過去形になってますね。先日その藤屋さんからなんかすごいものが送られてきました。それがこちらです。まあペコちゃんのキャンディーなんですけど、なんか入れ物とか すごいですね。あ、結構大きいですよねこれ。さて今日は何味をなるのかな。これはなんか昔美容師散髪屋さんとか床屋さんとかでこういうのをもらった記憶がありますね。今でももらって渡してる場所あるのかな。まあさすがにこの年でもらうってことはないんですけど、開けるんだな。あー、来ましたわ。なんか懐かしいですね、こういうの。なんか指みたいなの書かれてるし、これでじゃんけんしようってことなのかな。では舐めてみます。心が幼少期に戻った気分だよ。したいんですけど、イチゴの甘酸っぱさはしっかり感じることができました。このイチゴの果汁の良さが人気の秘密なのかもしれませんね。これで、というわけでこちらの点数とさせていただきました。では五条パリ、おぼろつきや素直かな。おぼろつきには五条パリも素直にする力があるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。